長学科は中華民国の政治家。北京政府、国民政府に属した。日本に留学し、明治大学法科を卒業している。留学中に中国同盟会に加入した。帰国後は吉林省法制学校教員、上海、新州日報記者となっている。1913年、参議院議員に当選する。二次革命に際しては、上海に逃れた。 1917年の五法運動に際しては、孫文らの五法軍政府に組みし、大本水府市議となっている。翌年2月、大本水府参議となった。1924年、参議院秘書長に任ぜられている。その翌年には、全国演主事務所所長となった。1928年からは、国民政府に参加し、外交部条約委員会委員となる。翌年10月、 外交部長無事長に昇進した。1930年4月、内政部長無事長に横滑りし、外交部条約委員会副会長も兼任している。同年12月、残事ながら内政部部長代理を務めた。1932年、各職を辞し、暗記小船場に居住している。日中戦争勃発後、長河川公的講演会を組織した。 しかし1938年11月26日、日本軍の空爆に遭遇、死亡した。去年53、ありがとうございます。